イギリスのロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道が導入した蒸気機関車の位置形式である。車軸配置0から4から4のタンク式小型両客用機関車で1932年から1933年までに重量が製造された。表向きは新たな設計主任技師となったウィリアム・スタニアの設計とされた本形式は実際には ミッドランド鉄道の技術学校による最後の新設計形式であった。ミッドランド鉄道は 1P に分類される例から4から4タンク機関車を多く保有しており、大きな道輪を持つより大型の機関車として 2P に分類されたのが本形式である。製造された重量は LMS によって6400から6409の番号が付けられたが、 国有化の直前2 9 0 0から1909の番号に変更された。空いた6400番台は、新形式の LMS2K2 から6から0、蒸気機関車に転用された。イギリス国鉄は番号に4万を加算して41900から41909とした。その後、スタニアがグレートウェスタン鉄道の流儀を多く取り入れた機関車を設計したため、 本形式はミッドランド鉄道での最後の新設契機だったが、1940年代に遅れて4階型が製造されたことで、ミッドランド鉄道の設計による最後の蒸気機関車とはならなかった。本形式は当初、キセル型煙突を装備していた。スタニアの監修による新しい LMS 用煙突が確定していなかったためである。 後に前期がスタニア型煙突に乾燥している。ワットフォードジャンクション機関区所属の2両は1934年にセントアルバン支線でモータートレインを運用するため真空制御弁を装備した。他の機関車はイギリス国鉄時代に装備しバーウィックとロングサイトを含む複数の異なる機関区に所属した。 ナンバー41900を除く給料が1959年に、41900が1962年に廃車された。保存機はない。LMS ジャーナルナンバー27 Article by iles, 6, ations,、アーティクルバイ、キースマイルズ、ハットビー・アール・ロコ・アロケーションズ1950から68、エクスプレス・パブリッシング。ありがとうございます。